金プリ解散後の衝撃告白高橋海人が平野翔への深い思いを語る。5人の関係の先には長瀬恋と高橋海人の疑惑と翔への意外な感謝。平野翔くんと高橋海人くん、二人の才能あふれるアーティストは、金プリ、キングプリンスの解散後、それぞれの道を歩み始めました。解散の決断はファンにとって突然の出来事であり、 悲しみや戸惑いをもたらしました。しかし、それぞれの選択には彼らなりの理由があります。高橋海と金プリの分裂後、初めて平野翔への思いを語りました。その言葉には涙が溢れ、お兄ちゃんとしての愛情が色濃く感じられ、多くのファンを感動させました。高橋海とが金プリから脱退して初めて、 彼が平野翔に対する思いを口にした。その思いには涙が伴い、お兄ちゃんへの変わらぬ愛がファンの心を熱くさせた。カイトくんが最終的にグループに残ることを選んだことは、ファンにとって大きな驚きであった。彼が事務所を辞めるか残るかの選択を迫られた時、百花零科の不安が彼を取り巻いていたに違いない。そして、 翔くんが事務所から追い出されたという噂が広まり、彼が海外での夢を追求したいと考えている中、アマとの共同活動を選んだのである。私も心の中で彼らが一緒にダンスを踊る姿を想像したりした。しかし、彼らの進む道はもはや異なっている。プライベートでの友情は自由なものだろうと私は思う。 カイトくんは最終的に残ることを決めました。彼が事務所を退所する選択をしたとき、多くの人々は彼の未来について百科零下と不安を感じたでしょう。翔くんが事務所の方針に不満を持ち、海外での活動を望む中、カイトくんは彼と共に進むことを選びました。心の中では、彼らが一緒にダンスを踊る姿を思い描いたかもしれません。 しかし、もはや彼らの道は分かれています。私たちはプライベートでの友人関係を自由に持つことができると信じています。彼らそれぞれが頑張ってください。彼らが選んだ道は決して簡単なものではありませんでしたが、ファンからはその勇気と決意が賞賛されています。これまでは3人の脱退を悲しんでいたが、 彼らがいつか再び5人で一緒になることを望んでいた。しかし、今現在のナンバーアンダーライン愛の活動やダンス、海外フェスを見ると、やはりこの3人が最適なグループだったと感じる。5人での活動を想像することができなくなった。彼らがそれぞれの道を選んだ結果であり、それぞれが自分の選んだ道で活躍することが最も望ましい結果だと思う。 彼らが過去に残してきたものは多い。しかし、彼らはファンクラブや歌、ダンスなどをゼロから再構築し、また成長してきた。彼らが全てを置いてきたことは素晴らしい決断だと私は思う。だからこそ、彼らが今、必死に努力している姿を応援したい。カイトたちが選んだ道は異なり、彼らはそれぞれの道で頑張らなければならない。 以前は三人の脱退に悲しみ、いつか五人が再び一緒になることを願っていました。しかし、現在のナンバーアンダーライン愛の活動やダンス、海外フェスなどを見ていると、この三人が最適なグループだったと感じるようになりました。彼らが別々の道を選んだ結果であり、それぞれが自分の選んだ道で輝くことが望ましいと思います。彼らは多くのものを捨て、 そして、再びファンクラブや音楽、ダンスなどをゼロから築き上げてきました。彼らが素晴らしい決断をしたと私は考えます。だからこそ今、彼らが必死に頑張っている姿を応援したいのです。甘君たちがそれぞれの道で頑張ることを願っています。翔君新真くん、騎士の努力には心から感動します。 彼らが乗り越えてきた困難に涙が出るほど嬉しいです。いつも笑顔でいてほしいですが、辛い時は言ってください。私たちはいつもあなたたちを応援しています。しかし、一部のファンの中には、解散後のメンバー間の関係に不安を感じている人もいます。解散後のコミュニケーションや振る舞いについての憶測が飛び交い、不安が募っています。しかし、 彼らが選んだ道は彼ら自身のものであり、私たちが理解し尊重するべきです。カイトくんと翔くんがそれぞれの道で頑張る姿に、ファンは応援の声を送ります。彼らが一人前のアーティストとして成長し、輝かしい未来を切り開いていくことを願っています。解散後の3人の活動を見ると、彼らはまだまだ輝きを放っています。 彼らの努力と情熱を見ると、ファンも彼らに負けないように応援したくなります。彼らがこれからも成功し、幸せに満ちた人生を歩んでいくことを心から願っています。金プリの解散はファンにとって大きなショックでしたが、それぞれのメンバーが新たな道を歩んでいる姿を見ると、彼らの未来に期待が膨らみます。彼らの成功を心から願い、 彼らの活動を中止していきたいと思います。翔くん、海斗くん、そして他のメンバーたちにとって、これからの活動がますます素晴らしいものになることを願っています。彼らの努力と情熱が報われ、ファンにとっても彼らの活動が永遠に心に残るものになることを願っています。翔くんたちが世界で頑張っている姿を見ると、胸が熱くなる。しかし、 残った二人が三人のことを話す一方で、辞めた三人は二人のことを話さないという話には怖さを感じる。辞めた三人は制約書やサインなどで口止めされているのだろうか。以前、つつしちゃんが院来で電話してきたことについて触れず、後日ラジオで話したことについても、守ってあげたのに、と言っていることを考えると、彼らは慎重に行動している。 他のグループのメンバーでも同様の感情があるのだから、同じグループだったならアムソーでしょう。翔くん、神くん、騎士くんの言葉だけを信じる。彼らが嘘をつくことはないから。キンプリの時から翔くんはいつも海ちゃんを可愛がっていた。彼らは兄弟のようだった。私は彼らのダンスコラボを見ると涙が出る。 平野翔君くんはただかっこよかった。バイクに乗りたいと言ったとき、母親に止められた。私はバイクに乗るべきではないと思う。彼は女性を選んだのだから、女性の影響が大きかったのだろう。彼らが別々の道を歩み始めた今、私は彼らがそれぞれの道で頑張ってほしい。私は紹介コンビが一番好きなので、 今は KP も NI もファンクラブに入っている。翔くんの名前が雑誌に出てきたとき、興奮した。彼らが別々の道を進んでいるかもしれないが、裏ではつながっていてほしい。五人の関係は決して消えることはない。海ちゃんが安くんに気を使って残ったのか、海ちゃんが今のナンバーアンダーライン愛でダンスをしたかったのか、私は考えている。 私は彼らが自分の選んだ道で頑張ってほしいと思う。最後に彼らの未来について考えると、私たちは彼らの成功を心から願っています。彼らが一人前のアーティストとして成長し、世界中のファンに愛される存在になることを願っています。